プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、皆さん、出会いは奇跡、ありがとうございます。今日はですね、今日のお客様は私の、知り合いピアニストが大野光平さんっているんですけど、その彼に紹介していただいた、また素敵なですね方でですね、素敵で可愛くて美しくてですね、ファゴット奏者の高春ちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高春こと高橋春香と言います。高橋春香ちゃんですね。はい、そうです。ありがとうございます。私もちょっと長い間音楽やって、もうね、最近ご無沙汰なんですけど、音楽つながりっていうことなので、実はですね、高春ちゃんとはまだ対面で会ってないんですよね。そうですね、はい。で、対面で会ってなくて、もうズームでもう何回か会っただけで、はい、もう結構仲良くなった感じがそうですね僕と多分30ぐらい年が違うと思うんですよ、ね。ああ、そんなに違いますか。うん、30って言ったらなんかお父さんの年ですかね。そうですね、ちょうど今日お父さんの誕生日なんですよ。今日でおいくつですか。49って言ってました。49、あ、5つ若いですね。僕は今年54になるので。あ、本当ですか。今日の誕生日おめでとうございます。おめでとうございますですね。ご出身どこでしたっけ。出身は山形県鶴岡市という日本海の方ですね。鶴岡市、山形、はい、お蕎麦の美味しいところ。あ、そう。もう僕は鹿児島出身で、鹿児島にいる時から山形までお蕎麦食べるために行ってましたよ。すごいマニアックですね。マニアックです。お蕎麦大好きです。はいはい。まあ僕の話をすると何日もかかるのでちょっとここでやめたいんで。あ、ちなみに山形にいました。いつまで。ちょうど昨日まで3日間山形にいたんですよ。ご実家に帰られたんですか。はい。何人兄弟なんですか。2人で弟がいます。あ、そうなんですね。はい。なんか冬はすごく寒くて雪が積もるんですけど、はい、結構僕山形好きなんですよね。あ、そうなんですね。お蕎麦だけでなくて、なんか世界観というか、なんかすごくいいところですよ、ね。大好きです。温泉街とか。うん、温泉もありますね。山形は何歳までいらしたんですか、もともと。高校までなので18歳とかですかね。はい、18。それから、はい、どこに行かれたんですか。それから音楽大学に進学して、関東の方に。関東の方にですね。はい。ファゴットっていう、僕はもうよく知ってるんですけど、はい、皆さんご存じない方がいらっしゃるかもしれないので、うん、ちょっとファゴットくん、ファゴットくん、お、来た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 。あ、なんか怖い、なんかされるみたいな感じ。天井がなんか3メートルぐらいですかね。そんなわけなくて、ここまでしかなくて、うん。そのファゴットはちょっと説明していただけますか、軽く。はい、ファゴットっていうのは管楽器の中の木管楽器っていう分類で、うん、その中でもダブルリード楽器って言って、フック部分のリードが2枚の木の板になっていて、その2枚の木の板を振動させて吹く楽器になります。で、この木はメイプルでできているんですよね。楓の木でできています。ああ、なるほどなるほど。はい。すごい。2枚の木を重ねるのって木管楽器で全部そうでしたっけ。はい、オーボエとファゴットだけがダブルリードです。あ、そうですよね。あんまりないですもんね。そうです。サックスとかも違いますもんね。サックス、クラリネットはシングルリードって言って1枚だけなんですよ。シングルリードとダブルリードの、素人が聞いて分かるような説明って何かあります。音が違うとか。あー、なんでしょうね。結構そのダブルリードっていうのは、もう吹く部分がそのまま木なので、うん、結構そのなんていうんだろうな、シングルリードはそのマウスピースにリードをつけるので、
結構その機械的な音というか、その結構まっすぐな音が出やすいんですけど、ダブルリードはもっとなんか人の声、声帯に近いというか音が出る、よりなんか、うん、感情というかアナログというか、そうですね、そんな感じなんですね、はい、っていうイメージが結構強いですね、味がありますね、はい、いいですね。あのファゴットは弾いてどれぐらいになるんですか？ファゴットは高校生の時に始めたので8年目になりますね。8年目、はい、なんか今までこういうところで演奏してきたとか、なんか賞を取ったとかお聞かせいただけます？はい、大学生の時にあの木管五重奏っていうグループを組んでいて、はい、全部木管楽器でできている5人のアンサンブルだったんですけど、はい、そのアンサンブルを結構中心にやっていて、うん、あのクラシックの祭典であるラフォールジュルネっていうのを毎年、コロナの時期はちょっとやってなかったんですけど、うん、っていう祭典に出演させていただいたり、うん、あと学校の中でその最優秀のグループに選んでいただいたりとかして、うん、結構精力的に活動していました。あのグループとしてね。そうですね、でそこからなんかどういう展開になったの？今ピンでやってる、いらっしゃる。そうですね、で大学を卒業してからそのグループのメンバーから抜けて、そちらのグループは今プロデュースの方で関わっているんですけど、今は、はい、あのファゴットで、あのまた福岡とかにも引っ越してからちょっとまた活動が広がりまして、そうですね、結構そのアウトリーチとかを中心に、あのもうホールとか以外でも、あのホールにお客さんが聞きに行くというよりかは、その私たちがなかなか音楽が届きにくい場所に音楽を届けに行くみたいなイメージで活動することが結構多くて、なので教育現場、保育園とか幼稚園の教育現場に行ったりとか施設に行ったりとか、いいですね、はい、呼ばれていくわけですよね。はい、素晴らしいですね。いいですよね。ファゴットの、ね、音は、今ちょっとお聞きできないんですけど、相性の合う楽器ってどういう楽器が多いですか、ファゴットは。相性の合う楽器は、うん、やっぱり結構木管のアンサンブルっていうのはよくある。うん、で結構もう、うん、古典の楽器なので、もう古いクラシックの曲に使われることがすごく多いので、うん、やっぱりオーケストラとか、うん、木管アンサンブル、あとはピアノとのアンサンブルとかっていうのは結構、うん、そういうのはメインですね、うん、はい、一回ね僕もピアノとの聞かせていただいて、もう、はい、ものすごい良かったです。もうそれをありがとうございます。音声データ、音源データをね、いただいて、なんかすごいリピートしてましたもん、延々と。あ、嬉しい。いいですよね。なんか今後の展望とか、何かこういうところまで行きたいとか、そういうのを聞かせていただけますか？はい、私はですね、このファゴットっていう楽器を始めたきっかけが、はい、一目惚れだったんですよね。うん、なので、その結構ファゴットって知らない方ってすごく多いと思うんですけど、うん、このファゴットっていう楽器の魅力をもっとたくさんの人に伝えていけたらいいなと思って、うんうん、そのアウトリーチの活動とかも含め、どんどんクラシックだけでなくもっといろんな方向で活動していけたらいいなと思っています。あ、なるほどですね、はい、一目惚れって今おっしゃいましたけど、はい、それは音とその現物もですよね。そうですね、かっこいいですね、なんか、はい、なんかもう珍しい感じにもまた惹かれて、そうですよね、うん、なんかすごく存在感があるじゃないですか、結構、はい、高くて、あ、ファゴットって大きさってほぼ一緒なんですか、全部、なんか種類とかあるんですか？ほぼ一緒です。ほぼ一緒なんですね、はい、何メートルぐらいあるの？これはこの高さで言うと130センチあるんですけど、この管を全部伸ばすと3メートルになります。ああ、はい、なるほど。はい、
重さ結構なんか重そうですよね。重さは3キロぐらい。あ、結構軽い。持ってる軽かった。結構軽いんですけど、うん、その持つ楽器にって比べたら結構重い方で。そうですよね、はい、なのでそのストラップをつけて首から下げて。なるほど。あのということはやっぱりファゴットの音質、うん、多分人によってやっぱり違うんですよね、吹き方によって。10人といるんですね、結構。これってなんか背筋力とかそういうなんか内部のものになるんですか、それともなんかこの口の吹き方とかその辺が影響するんですか。そうですね、もう全ての要素が影響するんですけど、一番多分大きいのはそのリードっていうのが結構もう木から作る、足の木から作るので、うん、あの木自体がもう生き物になるので、もうリードをどう作るか、どんな形で作るかとかによっても全部変わってきます、うん、音が。あ、なるほどですね。はい、あ、そうか、あのせっかくなんで、はい、この前今度浩平さんといただいた音源が確か2分か3分ぐらいだったんで、はい、それをちょっと後半にこれ聞いていただいている方にあのお聞かせしましょう。あ、いいですね。それかもしれないですね。はい、あのずっと話してばっかりなんでですね。はい、お願いします。ファゴットか。ファゴットって何語ですか、ちなみに。ファゴットっていうのはドイツ語とイタリア語でファゴットって言います。あ、はい、ドイツ語とイタリア語が混じってるんですか。そうですね。ちょっとスペルがちょっと違うんですけど。うん、そうなんですね。はい。フランス語ではバソンっていうし、英語ではバスンって言います。バスンって言いますよね。はい。ロシア語ではガボイかな。ガボイ。いろいろ言い方が全然違う。日本語はファゴットですよね。日本語はファゴットかバスンかですね。ファゴットをあの高原ちゃんみたいな感じでその、ね、若い女性の方で弾いていらっしゃる方っていうのはあまり僕は見ないんですけど、うん、少ないですよね、はい、少ないですね。そもそも人口が結構少ない、レア、はぐれメタルぐらいレアだと思います。絶対かっこいいですよ、あのなんか報道とかね。なんかすごく音楽ホールとかで、はい、ウォーンってこう一人で弾いてると、まあ、一人っていうか、まあ響いてなんか胸にきますよね、うん、シーンと。はい、そうです、ね、まあきますよね。で、はい、そこになんかあの綺麗なピアノが流れたり、うんうんうん、最高ですよね。はい。ぜひもっとたくさんの方に生で音色を聞いていただけたらいいなと。そうですね、それいいな。絶対聞かせる楽器ですもんね。うん、うん、クリスマスとか忙しそうですね。いいですね。うん、ですよね。はい、結構。なんかあの外でも弾いたことありますか、お客様のクライアントに。外でも、はい、演奏したことあるんですけど、うんうん、直射日光に弱いので。あ、そうなんですね。なるほど。短時間であればって感じです。あと夜とかであればね。はい。はい、なんかあの勝手なイメージなんですけど、うんうんうん、あのちょっといい感じのライトがある神社とかで弾くとすごいでしょうね。ああ、神社いいですね。今思いました。まあ神社はほらグランドピアノとかピアノ持っていけませんけど、うん、はい、あ、持っていこうと思ったらあのちょっとスタンド電子ピアノ、なんか電子ピアノ持っていける、はいはい、まあ、そういうところでファゴットでフォーンって言いたいなんか、あ、なんかね、神々しいというか。確かに。いいでしょうね。はい、はい。新しいですね。いいですね。あ、はい、神社どっかで行きたいな。いいですね、本当に。はい、うん、一番遠いところでどこまで来ました、出張で。遠いところどこでしょう。遠いところといったら山形から遠いところ。山形から福岡に行ったのが一番遠いです。福岡は
やっぱ九州結構回るんですか？福岡、佐賀は結構回りましたね。あ、佐賀はね。福岡、佐賀。福岡、福岡の、あ、佐賀、長崎とかもなんか良さそうですね。あ、はい。この間ちょっと観光で壱岐の島できました。はい、うん、僕は九州の人間なんで九州全部ぐる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 回したんですけど、はい、なんかいろんなところでなんか今度屋久島の保育園で演奏することが決まりました、うん、お、屋久島、あ、じゃあそこが一番遠いところになるんだ。そうですね、遠くなります。鹿児島県屋久島市、はい、なんか屋久島町、屋久島、何月に行くんですか？6月の頭頃です。6月、はい、そうなんですね。それまたいいですね。はい、はい、楽しみです。幼稚園？保育園、ね、保育園、はい、保育園で、あ、なるほど。その前の日に屋久杉を見に行きました。ま、屋久杉とファゴと間違えて屋久杉まで行かないの。大きさが違った。はい、楽しみですね。楽しみですね。屋久島。屋久島。はい、いいところですよ。うんうんうん。なるほどなるほど。いやー、高原ちゃんのその今 SNS とか、まあちょっとこちらに、まあ後から、ね、はい、見ていただいて、はい、いただきたいけど、ちょっと一回、そうですね。前弾いていただいた音楽をここで一回聴いていただきましょう。はい、はい、一旦じゃあ音楽の方に行きますので、はい、はい、で音楽に行って、音楽が終わったところで、はい、ちょっと待ってよ、あれ3分ぐらい出たから4分、これぐらい喋ろう。もう一回喋り直し。はい。お、お、すごい、もう感動するの。ありがとうございます。まあ、音楽は私が作ったんですけど、演奏、やっぱり何で演奏するか、誰が演奏するかでも全然変わりますもんね。うん、はい、そうですね。もうね、すごいいい組み合わせだと思いますよ。いや、本当に小平丸さんのピアノも素敵だし、うん、もう作曲されて、もう曲自体もとても素敵なので。ありがとうございます。またね、はい、どんどんいろんなところで活躍していただきたいので、ね、私のもう話多分聞いていらっしゃるとかと思うんですけど、来てください、映画のね、あれで。はいはい、楽しみにしてます。6月、さっき屋久島に行かれるの6月って言いましたよね。6月の中旬ぐらい、はい、頭ぐらいですね。頭ぐらい、はい、なるほど。あ、なので、その複合くらいになるんですかね。うんうんうん、うん、はい、いやー、まあ、だけど本当にあと何かないですか？宣伝したいこととか、今後こういったことやるとか、いいですか？宣伝していただいて。最近 YouTube を今年になって始めたので、はい、ちょっとマイペースな更新にはなると思うんですけど、 YouTube ね、うん、はい、登録者様募集中です。チャンネル登録YouTube こちらよろしくお願いします。聞いてください。はい、他には何か、他にはやるんですか？福岡の方でですね、4月、はい、直近で言うと、あれ、このラジオっていつ放送されるんですか？5月です、おそらく。あ、じゃあ特にあれですね、お知らせ、あ、5月は、はい、ちょっとまだ公開してない情報、まだ公開してないですね、いろいろ巡ったり、全国巡ったりとかしてコンサートをするので、はい、またなんかツイッターとかでチェックしていただけたらなと思います。そうですね。はい、いや、楽しみです。いやー、今日本当ね、お客様ね、高原ちゃん来ていただきましたけど、はい、ちなみにご家族も音楽されるんですか？家族は全然音楽してないんですよ。誰も全然誰も、両親も、はい、
てないで、いきなり音楽がに目覚めた高原さんがポンと生まれたわけですかね。そうですね。やっぱり音楽に興味を持ったきっかけは、あのお母さんがその小学生1年生の時にピアノを習わせてくれたことがちょっときっかけですかね。ああ、はい、やっぱりきっかけって大きいですね。はい。なるほど、なるほど。いやだけどね、本当、ね、あの、これからどん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 頑張っていただいて、もう知名度もですけど、もう活躍していただきたいと思っておりますので、本当にね、皆さん、あの、高原ちゃんをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのファゴット以外に何か弾けるようなものはないですか？ファゴット以外に何ですかね、こういうあのトロンボーン、ヒッホイッスル。なるほどなるほど。また一回ちょっと対面でお会いしましょう。はい、ぜひ。はい、ではね、今日本当高原ちゃんでした。ファゴットの奏者ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時、涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音、雫ひとつ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、虹の空に誓うよ、夢を抱き、どんな時も信じてる。星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ。どんな闇でも必ず明けるよ、希望と夢を信じていて。二人で見た夜空に光